皆さんこんにちは、セッションです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、静岡県森町のミリオンペダルバイクパークに来てるんですけども、今日のねスケジュール的な午前中ちょっとマウンテンバイクのねレッスンの方をさせていただいて、その後はショップイベントも兼ねてご参加ねしていただいた皆様と一緒に午後は走るファンライドをするっていう感じの一日のね、スケジュールで、走っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。でジャンプを止めるようにするとか、コーナーを上手に走るようにする形にはなるんですね。プッシュしてみましょうか。押せに行ったらもうできないですよね。後ろに引きすぎてもできない。あれどうしたんですか。いやすごい、ここからここまで来るのがすごい丁寧に皆さんすいませんね。避けて1、2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 、
で、もともとハンドルは遠い、もしくは低いっていうポジションの場合には、それが多分最初に課題として意識されているプッシュがうまく進まないのになるので、もうちょっと丁寧にやってみましょう。はい、押せてないよ、押せてないよ。押す押す失敗したことに気づけてるから、やばい、間違えたって言うんですね。なんで、あ、できたできてるのも大事なんですけど、やばい間違えたが分かってるだけでも全然違う、気をつけられるので、はい、どうぞ。ナイス。オッケーオッケー。オッケーオッケー。ナイスナイス。では行きます。
こが難しいですよね。難しいですね。ナイスです。これフラフラし始めちゃう。おっと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 。すぐ逆前側。乗っちゃうと傾けられないんで。おっと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 。今の二つのような動きにならないように。みんなにこうお伝えこうできる内容の純度も逆に僕的にも、まあ、濃くなったというか、はい、ということで、午前中のスクールが、終わりまして、これからねちょっと午後空いた時間でですね、ミリペダ結構ね最近ダートジャンプ系のコースだから有名っぽくなってるんですけど、うん、まあ、ちょっとね下りのコースもあるんで、そこをちょっとあの下りのバイクも持ってるし、そこをちょっと何本か走ってきますかね。行きましょう。あ、ちょっと走ってきますか。ちょっと準備していきたいと思います。よ、下りのコース行きますよ。行きましょう。うん、下ろう下ろう。はい、ということでカルガモ初心者向きコースの下りちょっと行ってみます。先頭はゴトで行きます。ゴちゃんついてこいよ。おーついていこうと思うよ。いいね、浅岡のお前らついてこいよ。うわー、うわー、確かにめっちゃ抜けるわ。うん、よー、うわー、はかっこいい。抜けてたわ。うわー、ウェイウェイ、速い。めっちゃフロントが抜けるんですよ。そうなの。ガリ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 、うん、浮いてるね。リカバリ能力上がったよね。うん、さっきは死んだと思ったっす。今までのゴッちゃんの動きじゃないね。本当っす。うん、リア乗れてるよね。こういうリカバリできてるから。確かに今までこうなったけど、うん、女子が最近 YouTube 理由にやってたじゃないですか。なんか動画ほぼ非公開にしたのはあのピーのお父さんが見てるからだから結構俺のチャンネルでも真面目にあの喋るようになってきているっていう、ある意味真面目かもしんない、おふざけには。そうだね。うん、ちょっとやめてやめて、そんな変なことやめて。これフィクションこれフィクション、フィクションだからね。真面目に演じて。俺もでもね、YouTube あれだよ。YouTube のテンションで店やってるって思われるとちょっときついから路線若干変更したよね。結構ニュートラルな自分であの動画を撮るようになったんで、前みたいに女子脱がしてる水溜り泳げはさすがにできなくなったよね。みんな勘違いしないで、あれが本当のニュートラルだから。はあ、私の名前はドシェモン。もう
行きましょう、うん、うわこれなんかいきなりスピード感がちょっと早いのよ。おおマジでやうわおお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 お絶対人の後ろは楽だわ、うん、攻めたねドロップ合わせれんかったビヨーンビヨーンノーズヤマピージャンプになってる、はい、スコット先生にちょっとまたここ行ってもらってお願いします。いやブリって加速しちゃってお願いしますゴーゴーゴー。引っ張ってもらう？引っ張る俺。よし、じゃあ泣きの1回、もう1回、行きましょうか。真ん中のダブルを飛べるようになりたいってことね。イエーイ、ゴッチョン飛んだ。まさかの3発目はミリペタービルダーのもっちゃんこと望月様とにちょっと一緒に走ってもらおうかなと思います。ちょっと頑張ってついていかないと。いいね、前の2人。